1回の裏、宇都宮南はトップバッターの総司がいきなり右中間を破るスリーベースヒットを放ちます。続く2番金子が左中間にタイムリーヒット、宇南あっさり1点を先制します。2回5回と得点を重ねた宇南は6回ランナーを3塁に置き、9番小口がレフト線に痛烈なタイムリーツーベース、効率よい得点で4対0とリードします。4点をもらった宇南のエース野沢は粘りのピッチングで宇都宮工業を完封。宇都宮南4年ぶり3度目の夏をつかみました。